皆様、こんにちは。今日は8月9日、月曜日です。今日のテーマですが、まあ、昨日の続きでもありますが、えー、話をしたいと思います。オリンピックの話をしたいと思いますし、中国での文化について、英語の教育について話をしたいと思います。まずですね、昨日のコメントでもありましたが、英語の授業、あるいは教育の廃止ですが、今年の9月、 来月ですね。中国では来月、毎年の9月っていうのは新学期なんです。日本では4月でしょうか。桜の時期ではありますが。 今年の3月、人民代表大会で、習近平は民族の団結が大事ですよと、少数民族の言葉をなくしますと、これで全国の言葉を統一する必要があると彼は言っていました。それから、内モンゴルで、内モンゴル、すべての学校、 うちモンゴルではすべての学校、モンゴル語の授業は廃止されました。モンゴル語の放送も禁止となりました。テレビ局もそうですし、ラジアも禁止です。モンゴル語、そのモンゴル語の時代ですね、そのものの存在をなくすという意味です。学校ではモンゴル語での、モンゴル語で数学を教えることも禁止となりました。 習近平は言いました。中国で英語や外国語を勉強する人が多すぎる。外国語はいらないよ。というふうに言っていたんですね。当時私も動画で話をしましたが、これは文化的なジェノサイドというふうに言っていました。言葉、言語、少数民族の文化になってきますが、 これはですね、中国の少数民族の文化、習慣、特に宗教ですね、なくすことをいっぱいやってきましたね。なので、今回は英語の教育、授業禁止、あるいはいらない、試験はしない。 省略しますとかそういうふうな行動というのを渡されてもびっくりはしないですねなぜなら中国の国内では少数民族の言葉っていうのはあるいはモンゴル語もそうですがもう禁止ですのでなのでこのような行動というのはびっくりはしないですただしこのように正々堂々というのがどうかなと思いますね やはり国際的な社会みんな見ていますのでそしてたくさんのお父さんお母さん今まで子供に対してやはり教育の投資してきましたあるいは子供たちがこれから英語の試験に向けて勉強もしてきましたこれでこの試験を配信するよともういらないよとなってくると今までどう 平等でしょうか公平でしょうかという意味ではありますが、正しい子どもたちは勉強にされたことは悔いはないと思いますので、きっと今後ですね、あのその英語にしても外国語にしてもそれを武器にして、 外国語のものを読むことはできます。これが一つのルートでもありますが、非常に有利です。他の子供よりは有利です。中国語しかできない子供よりは有利という意味ではありますが、ただし、これからの子供たちは大変だと思います。もう授業はしなくてもいい、あるいは試験というのはないですので、もう勉強する必要はないという意味です。そうすると、 もうううななくなるでしょうといいううに思いますね中国ではこの少数民族の文化ですがこちらの写真用意しましたが、えー、例えばこれがキリスト教の教会なんですが十字架というのは非常にお、まあ、分かりか,かなと思いますがただし中国ではこのような十字架というのをなくすんですね。 でこのような特徴というのをなくすあるいは小さくするあるいはなくすそして最終的にはこのような建物になってしまいますもう特徴というのは教会そのものの特徴というのをなくすことなんですよこれも文化の一つですが教会にしてもですね教会の中ではやはりもう特徴をなくすつまり文化をなくすという意味ではありますそして中国の仏教ですが もうお寺とかは一切行かないんですね。なぜならですね、行ってしまうと皆様は中国に来られて、中国でのお寺は行かないと思います。え行くとですね、気持ちが悪いんですね。なぜなら、お寺にはで毛沢東の肖像っていうのを飾っているわけなんですよね。でそれを見て、やはり神様でもないのに、どうして飾っているのか納得しないんですね。 ただし仏教でもない方はこれを見て普通に思いますのでそこでもうひざまついてもうお礼をする人もいますし毛沢東に、まあ、神様というか持った,ももたは神様よりも素晴らしいと言われているので毛沢東に守ってもらうとか毛沢東にお願いをして、まあ、自分の家庭の安全とか仕事の順調とか 病気にならないように健康とかを持ったことに対して、まあ、願うというような行動なんですね。なので気持ちが悪くて行かないですね。で、そしてこれも中国の、もうこれがですね、道教になってきますので、お寺ではないんですが、道教であれば本来ならまだ神様、まあおいでありますけれども、本来ならですね、仏像さんとか。 ただ、もうそれも変わりましたので、毛沢東とか、主恩来とかなってくるので、もうそれを見て気持ちが悪いんですね。まだ私は同居ではないんですが、でも気持ちが悪いので、絶対行かないんですね。で、そして、こちらはチベットの、チベットの仏教ですね。で、そしたらは、あまあ、こちらは中国のお寺ですが、お寺のお,、まあ、お坊さんたちは、やはり国旗を、 まあ、お寺にですね、建てるので、そして毎日ですね、中国の天安門広場のように、もう天安門広場ですと軍人がやりますので、軍隊がやりますのでおと、まあ、お坊さんですと、お寺ですとお坊さんがやるんですね。このような行動で国旗をですね、もうすもう普通にね、やって、まあ、そして国歌を歌うとあの、気持ちが悪くていけないんですね。この行動を見て、 行く気にならないですね。ただ、怒ってはいましたが、今はもう笑いながら言えるんですね。なぜなら、もう慣れました。慣れて、このような行動をできるのが逆にすごいと、私は思いますね。逆にできるのが素晴らしいです。なかなか、しようとしてもできないと思うんですよ。もちろんしないですが、他の国では絶対しないですね。でも、中国ではできるんですね。これがすごいと思います。 でこちらが今のキリスト教の教会ですが私が友達ですねもらった写真ですが十字架がありまして当然ですがそこではねあの、まあ、先生にファザーに教えてもらうんですがみんなであの口を出して自分の願い事とか言ったりしますけれども。 この十字架の横にですね、やはり習近平と思ったことの写真を飾っていて、そして国旗ですね、横にありますので、つまり気持ち悪いんですね。これはまあ宗教というのは宗教よりもすごいですよと。まあ、私にすればですね、宗教そのもの自体がもう宗教ですので、まああるいは共産主義というもの自体が宗教ですね。 そして、こちらがですね、毛沢東の肖像ですね、ここに飾っていて、で周りにはやはり警備員立っているので、毛沢東の方がちょっと大きいですね、警備員の方が少し小さいです、えー。そういうふうに偉い人を強調すると、そしてみんなでですね、もう神様のように、まあ、やっていると。ここには5つの星ありますので、5つの星というのは中国の国旗の象徴です。 こちらですが、同じく中国ではもう、神様はもうないんですね。もう完璧にもう毛沢東と習近平総書記、この二人しかいないので、まあ、要するにですね、中国ではこのような文化的なものをね、削除していく、消していく、そして新しい歴史を作るとか、新しい文化を作るって中京はずっと言っていますので、このような感じなんです。 つまり、今までの歴史をなくす。今までの文化をなくすこと。これから我々は新しい歴史を作る。新しい文化を作るという意味なんですが、なぜでしょうか昔の歴史は悪いものでしょうかあるいは、その文化は今まであった文化は悪いものでしょうかそうではないんですね。 どうしてこのような行動をするのかと言いますと、自分に都合が悪いからなんですよ。昔の歴史、今までの歴史、特にこの70年間、あるいは直近の50年間にしてもですね、この歴史の中は嘘なものは多すぎるんですね。宗教に都合良くないんですよ。そうすると、新しい歴史を作りたいんです。 文化も同じなんです。今までの文化は自分に都合が悪いんですよ。なぜなら、宗教、仏教、基礎教、 イスラム教であっても、みんな多少なりにの中の自由とか、中の思想とか入っていますので、宗教にとってはそのような自由とか、そのような発想自体がダメなんですよ。やはり共産党の思想を入れたいんですね。宗教というものを、自分以外のものをなくして、自分の思想だけを入れるという意味なんですよ。なので、 このようなことをやっています。もちろんですが、これからは外国のものを、まあ、悪いと宣伝しますし、例えば外国のミルクは悪いですとか、外国のアイスクリームは悪いとか、えー、そしてこのような行動はですね、どん,どんどんどん出てくると思います。そして IT 企業も外国のものですので、あるいは外国の投資家が多いですので、ダメですよ、悪いですよと言いますし、あるいは 英語時代あるいは外国語も悪いですそういう風になってくると思います次ですが東京オリンピックが開幕となりましたが、まあ、次はパラリンピックになりますが東京のオリンピックでは世界での評判は評価というのは実は高いんですよで皆様は あの批判的かもしれないいでですすがが日本の方が多いんですねただ世界で見る,見るとみんな特に先進国同士ですがイギリスもそうですしオーストラリアもそうですしやはりまあ応援しているあるいは褒めているすごいとこのような状態でも開催できることはすごいというふうに言われてありますがでこれからですねまたパラリンピックになってきますが、まあ、頑張ってほしいというふうに思いますが。 おとといまでですが、中国ではメダルのランキングについてオリンピック委員会に抗議をしました。なぜなら、中国側、おとといまででしたが、金メダルのルランキングですが、中国には有利なんですよ。そうすると、金メダルの数ですね、統計しないといけません。他の銀とか銅とか,とかなしにしましょうよと言います。 しかしですね、これはダメなんですよ。世界ではメダルの数で計算されることが普通なんです。なぜなら金メダルっていうのは一番ではありますが、でも参加されてきた選手、銀とか銅の選手もみんな素晴らしいことをしました。素晴らしい試合をなやってきました。これでやはり統計しないのはおかしいんですね。でも良かったのは、 アメリカの金の数にしてもメダルの総合的な数にしても中国を超えているのが良かったと思います少し残念ですが日本は第3位ですでもですね悔いはないと思いますなぜなら人口の数国土の広さ資源日本は第3位っていうのはすごいと思いますよ人口の数は中国は14億人としましょうよ 日本の10倍ぐらいですね。そうすると、別に日本は悪くないと思います、ね。すごいと思いますよ。この状態においてですね。人口の平均にしてですね。日本の方がすごいと思います。ただ、オリンピックをやってきて、その中では、今までは私もチャンネルありませんでしたが、今回は初めてのオリンピックでもありますが、このオリンピックの競技で中国の事情、 社会的な事情、あるいは中国の選手の行動、これで見えるようになってくるではないかと思いますが、あるいは顔ですね。もう中国の選手の顔、行動、マナーとか、そのような感じですが、世界に広、よく広できたと思います。つまり、世界に嫌われているというふうに私は思います。例えば、バドミントンの試合では、 韓国の選手、女子ダブルス、中国の選手はずっとですね、ファッ何なに、ファッ何なに、ずっと叫んでいたんですね、もう、私は数えることはなかったんですが、統計によりますと、500回以上です。女の子2人ですよ。で、若い子ですし、女の子が口ではこのようなファッっていうのはダメですよね。失礼ですし、そして国際的な試合でもありますし、 相手も国際的な選手でもありますし、自分は中国の代表でもありますし、このような発言は良くないと思います。で、中国の選手というのは、金メダルを取る機会なんです。もう最初から作られている機会なんです。人間として尊敬できる選手は私はいないと思います。他の国の選手とのコミュニケーションは一切ないんですね。そして、 まあ中国の選手の顔、あるいは目、見てですね、怖いと思います。もう相手をですね、ライバルというよりは、もう敵として見ているので、自分のこの金を取るルートにある邪魔者として見ているので、この邪魔者を消したいんです。そういう目、やはり見えているのでですね。 韓国との試合では500回以上のファッにっていうことで中共は急いで止めたんです。試合ではこのような発言やめなさいと。そして評判良くないので外国の選手を見るときに優しくその目を見てくださいと。優しい顔しなさいと。敵を見る目をやめなさいというふうに言っていたんですね。その後は確かに変わりました。例えば女子ボクシング。 アメリカに負けましたが、すぐに会場から消えたんですよ。相手の選手との挨拶もなかったんですね。相手は処理しましたが、やはり、まあ、その剣をですね、自分の手をですね、十字にしてですね、あの、相手とちょっとタッチします。これは簡単な挨拶でもありますが、中国の選手はもうそこから消えたんです。そして監督も消えたんです。 普通ならその後、えー、裁判員ですね、手を挙げて、こちらは勝利しました。こちらは、まあ、負けましたとは言わないんですが、こちらは勝利しましたと言います。そしてみんなおめでとうございますと言いますが、でもその行動もなかったんですよ。なぜなら中国の選手はもう消えたんです。そんな感じなんですね。そして表彰式に登場されても、外国選手との挨拶もないんですね。 そして、まあ、中共の指導があって、やっと卓球というのは、まあ、マナーをよくしようという意味で、イメージを回復しようと、変えようとしま,すがしましたが、でもちょっと遅かったというふうに思います。例えば、メダルを持って、まあ、金、銀、銅とかの選手ですね、メダルを持って記者に写真を撮ってもらうのも、中国の選手はあんまり参加しなかったんですね。 これが非常にあの残念というか、うん、これが本音ですね。なのなぜなら相手の選手というのはもうライバルというより敵ですからね、敵と一緒に写真を撮るのはダメですよね。そしてショックが多いと思うんですよ。でこれはですね、マナーとかルールよりはもっとひどいものがありますので、やはり まあみんな若い選手ではありますが、国際的な競技、みんな試合に参加してきました。そして今回のオリンピックの試合までには国際的な競技いっぱいあったんですよ。でもやはりそこではマナーとかルールというのは、まあ、身につけて作られていない。 というふうに思います。あるいはもう完全にですね、相手のことを敵として見ているから、やはり自然とそういった名とか行動を出されているというふうに思います。 こちらですが、中国のオリンピックの金メダル、えー、リスト、えー、女性、えー、10メートル、えー、飛び込み、ビ、え、ズ、ー、ですね。この女の子ですが、えー、今すごい話題となって、なぜならですね、彼女はやはり金メダルリスト、そして中国の国内では一番若い選手ですので、あの非常に、えー、話題となっていてで、非常に苦労したのが、彼女は、まあ、前の動画でも言いましたが、たくさんの練習をされていて、 髪の毛ですね、黄色になっているんですね。なぜなら、その消毒液の水の中にずっと行ってるので、もう髪の毛をですね、短くしないと、えー、やっていけないというふうに、まあ、言われてありますが、そしてですね、まあ、彼女はですね、ここに書いてあるんですが、彼女はまだ中部では非常に、まあ、お母さんではありますが、で、 彼女の家はこのような感じです。で、そしてですね、彼女はもしですね、金メダル取らなければ、あるいは銀とか銅とかであればですね、もう報道はしされないと思います。金であってよかったんですよ。金でなければ何もならないんですね。で、彼女はここに書いているんですが、収入なんですよ。で、ここに統計がありまして、 あの本来、スポンサーとかなければ彼女は当然、スポンサーとかは絶対ついてないですのでもともと有名でもない選手ですので14歳ですし給料というのは大体4000円から6000ぐらいなんですえつまりですね、大体7万円から10万円未満ぐらいですでそれがですね、中国の普通の選手の給料なんです。 で彼女は入荷して、まあ、国家のこの、えー、体育の学校に入って、7ヶ月ですので、うん、給料はきっと少ないんです。多分本当に5万円とかぐらいになってくるでしょうと思います。 ただしですね、良かったのは、もう住み込みですので、食べ物も困りません。住む場所も提供されます。そして服も当然ですが、そこで提供されますので、なので、このお金はまるまる貯金はできるというふうに報道されていますで。彼女はこれからですが、もう非常にですね、家が困難で、で家が金メダルとなって、高さんのお金はもらえますと。 で家もくれますしで店舗もくれますしでタコさんのお土産とかもくれますしで賞金もあります20万元20万元というのは約300万円ぐらいですでそ,、まあ、そこでは彼女は、まあ、これから、えー、有名になってですねあのお金を稼げるとそしておじいちゃんとかお母ちゃんはもう入院されて ちゃんきちんとした治療は受けることはできると。ただし、もうコメントでも書いてるように、彼女はもし金メダルじゃなかったじゃなければ、銀とか,とか銅とか、あるいはもう完全に第4位とか第5位になってくると、家族の方は今までと同じような環境で生活をするという意味なんですよ。そうすると、おじいちゃんも入院できない、お,おばあちゃんも そうですしお母さんもそうですし、きちんと治療,治療は受けることはできないという意味なんですよ。なので、中国では本当に実はですね怖いと思います。でこれがもう1日400回ぐらいの飛び込みですので、毎日毎日練習するんですよで。彼女がこれでオリンピックを参加することによって自分の運命を変えるんですよ。 この運命というのは家族の運ですよね。自分の運だけじゃないんです。家族の運ですね。家族の運を変えるには自分が努力しないといけないという意味です。自分が金メダルを取って家族は全員幸せな生活はできるという意味なんですよ。これから自分もそうですが、でも自分はもし金じゃなければ銀とか銅とか,銅とかあるいは第4位、第5位、第6位になってくるともう何もならないんですね。 そういう国なんですね。非常に、まあ、怖いというか、いう意味なので、もうただ、中国ではやはり宣伝されているのは、彼女のような女の子ですね、いっぱいいるので、頑張りなさいと。で、彼女がですね、まさに李総理が、えー、去年、 中国ではですねあの、屋台経済というのがありますので、今は全然話にならないですが、なぜならもう失敗したという意味ですので、当時は李総理発表されました。中国には6億人ですね、6億人の人口が毎月の月収1000元以下です。1000元以下というのは約1万2三0 0 0なんですよ。毎月の月収1万2000以下ですよという意味ですね。そこでは 外国ではですね、あんまり信じない方は非常に多いんですよ。なぜなら、中国の富裕層多いですし、海外旅行も多いですし、どうしてそんな発言するのか、やはり多いんですね。で、ここに書いてあるんですが、彼女は全婚さんかか、まあ、と言いますが、広東省の村に生まれて、 お父さんお母さんは農民なんですよ。この村は住民というのは400人ちょっとです。平均収入というのは年収ですね。1.1万円なんですよ。つまり平均収入自体が14、5万円ぐらいです。で、そうすると月収に計算すると1000円ぐらいです。以下です。1000円以下というのはまさに1万2、3000円です。そして村には 38個の,この補助金をもらわないと生活できないあの、まあ、世帯ありますのでこれはなぜかと言いますと家には土地ありますでも労働者はいないんですよなぜなら機械での農,農,農業できないんですよね 機械少ないので高いんです。そうすると人間が動かないといけない。やはり病気になったりとか事故になったりとか怪我とかしますので、そこでは農業できなくなってしまうという意味なんですよ。で彼女の家はこの三十八校の一つの家に入っていると。お母さんは病気持ち、お父さんは農民、家には兄弟四人ですので自分は、 上です。そして上にはお兄ちゃんがいて自分は長女です下にはまだ弟がいて妹がいてですねそういう家族なんですよで家族っていうのはうんあまり良くないんですね田舎ではですね子供をたくさんを産まないと生活できないんですね子供を産むことによって特に男性ですが産んでで男性が、まあ、男の子ですね で、一緒に農業農農でできるという意味なんですよ。農業しないと生活できないから、農業しないと、もう男性が農業しないと難しいんですね。なので、男の子を作って、絶対農業してもらうというのが、まあ、田舎の方のまあ文化というか、まあ、これが現実ですね。文化ではないですね。今でもそうですが。で、この話というのは、今の話ですよ。2021年8月6日でした。 で本当にもう貯金の話ですので、なので、李総理が当時、中国の月収っていうのは、この話ですね、まさにこのようなニュース、李総理と同じような発表されていますので、でもこのような話っていうのは、外国ではあんまり報道しないんですね。そして中共も本来であれば報道したくないんですね。なぜなら、中国にはもうみんなややゆとりになっているよと、貧乏人はもういませんと言っています。そして、 中国の市場というのはとても広いですよ。とても大きいですよ。みんなお金持ちですので、中国に商売に来てください。と言っているんですね。宗教としてはですが。でも、実はそうじゃないんですよ。彼女のこのような村というのは私も行ったことはありませんが、当然ですが、外国の方も行かないと思います。行くルートあるかどうかは別にして、行く用事もないんですね。なぜなら何もないんですよ。 産業何もないから行かないんです。もうこのような話になってきますが、えー、昨日のコメントではですね、5000元、中国では5000元というのはこれからですね、もうこれからというか、昨日、おとといですが、私はもう言われましたけれども、これからですね、来年、今年の4月、9月からですね、学校始まって、毎月300元、つまり5000円ほどプラスされます。なぜなら、学校が終わって、 子供が家に帰らずに、なぜなら子供が学校終わって塾に行ってたんですね。そこを塾はもうないということで、学校にいることになります。学校では宿題をやります。学校では質問とかできます。そうすると、学校は学校終わった時間ありますので、例えば2時半、3時、3時半になってきますが、学年によって違いますが、そこが終わって、 家に帰らない。そこで先生が面倒を見ますよと。そうすると我々は追加料金を取りますよという意味です。そうすると1ヶ月300元、5000円取りますよという意味なんです。うそういうふうに言われましたね。なので中国の政府というのは大体これが多いんですね。例えば昔はサッカー土爆というのがありますのでサッカーの土爆はダメですよ。ギャンブルですよと言いながら 中共はそれを禁止にして自分がやるんですよ。自分がやったのはサッカーの宝口と言います。そうするとみんなサッカーにお金かけたいでしょ。中国の政府のところに来て買えばいいんですよ。といてるんですね。なので中国の政府というのは大体ですがこれを禁止にする。これを禁止にして目的というのは自分がやるんですよ。自分がやった方が儲かるからなんです。 まあ利益ですね。あるから自分がやるという意味なんですが。なので学習塾はなくなります。子供たちは学校っですぐに家に帰れるかっていうとそうでもないんです。学校に行ってもらうことです。学校に行ってもらってただではないんです。追加料金は取られます。同じです。つまり同じなんですよ。ただ、まあ学校での質、授業の質、内容にしても、と塾の内容、 授業の質全然違います。なぜなら学校の先生というのは公務員です。何をしなくても大丈夫なんです。もう お土産とか親からもらいますので大丈夫です。送金もしてくれますので大丈夫です。先生の方が偉いです。でも塾はそうではないんです。塾っていうのは個人的な経営者がやっているんです。競争も激しいです。よくサービスをしてくれないと、良い授業をしてくれないと、点数、子供がそこに行って、例えば半年後、 点数は60点から70点になりました。嬉しいです。でも半年後、60点で張りましたが、50点になった。これは親としても納得しないんですね。そこではやはり塾と塾の競争が激しいんですね。学校というのは適当なんですよ。もうそもそも学校が真面目に教えないから、親たちは名な子供を塾に送ろうとします。 学校ではきちんとした宿題できる、授業ができる、子供がわかった上で、まあ、そういった仕事、試験はできるのであれば、塾に送りません。そういう意味なんですね。なので、そこが根本的な問題なんです。もう解決できていないんですね。ただ、子供たちは学校で学校にいてもらうっていうのが、まあ、目的。 というふうに私は思います。でも一番大変なのはやはり塾ですね。えー、塾の先生たちはもちろんですが外国人の先生は私の周りにもいらっしゃいますのでやはりもうこれから大変になってくると思います。もう基本ですが外国人の先生を雇うのはダメなんですね。 これが今の現状ですが、ただし大体ですが、契約というのは年内いっぱいなんですよ。年内いっぱいというのは、来年の2月、中国の旧正月というのが年内ですので、そこまではなんとかなるかもしれませんし、なんとかならないかもしれませんし。 もう全国的にこれからやっていこうと私は思いますね。ただし、初めにやるのは上海です。上海とか北京は先に政策を作ってやっていきますので、それから地方政府はみんなまねをするという意味ではありますが、ただ、学習塾というのはもうだめですねあの。学習塾は完全にもう閉鎖とか潰れますので、もう経営することはできないんです。 このような感じですね。よくならないですね。今の状態から見て、よっぽどその国民たちはまあ反対して、どうしても英語を勉強したいとか、そういうふうにならない限りは、もう実行されると私は思いますね。でも、基本では、もう決定となったのが、えー、小学校での、あるいはもうこの試験ですね、英語の試験というのはもうしないという意味ですので、そうすると、やはりもう勉強しなくてもいいように、 なってくるっていう意味ではありますがこの動画はここまでにしたいと思います。コメントありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。